沖縄に行きます。今から沖縄に行きます。沖縄今旬。はい、皆さんおはようございます。いや疲れましたね。昨日は新宿に行っていて、渋谷、新宿、原宿原宿、明治神宮、新宿に行きました。昨日もね、10キロ以上歩きましたね。はい、まあ、やっぱ東京に行くと毎日たくさん歩きますよね。はい、だからもう腰や足が痛くなります。もうね、多分皆さんも経験したことがあるかもしれませんけど、はい、今日はあの東京最後の日です。はい、今日は夜、沖縄に行きます。はい、だからまあ今日はちょっとのんびりしたいですね。もう電車にも乗らないで、今秋葉原に、ホテルがあるので、はい、秋葉原の近くを見て回りたいと思います。はい、まあ、今日もちょっと雨なんですけどね、なんか最近ずっと雨だったので、沖縄は晴れるといいですね。海が綺麗だから、はい、じゃあ今日も楽しみたいと思います。では皆さん一緒に楽しみましょう。はい、皆さん今秋葉原で、昼ご飯を食べて今から沖縄に行きます。皆さん沖縄に行きます。沖縄に行きます。ノーバディ。はいはい、そう、皆さん今から沖縄に行きます。はい、もうたくさん荷物がありますよ。たくさん荷物がありますね。まあまあバレちゃん、私の妻の妹と妹の彼氏は、これから日本の後オーストラリアに行きます。ワーキングホリデーでオーストラリアに行くので荷物はたくさんあります。あとまあ今はちょっと時々ちょっと寒くて、はい、時々ちょっと寒くて沖縄に行くので、沖縄はちょっと暑いので、本当にいろいろな季節の服を持ってこなければいけませんでしたから、はい、ちょっとね、はい、たくさん荷物がみんなありますね。あとお土産も買いたいからね。はい、そうです。いや、まあ、東京はちょっと天気が悪くて残念でしたけど、沖縄はちょっと天気がいいみたいなので楽しみにしたいと思います。はい、いやいいね。大きい荷物を持って旅行するのは大変だけどワクワクしますよね。楽しいですよね。いやいいですね。楽しみ。今から秋葉原駅に向かっています。はい、今から羽田空港に行って、羽田空港から沖縄に行きたいと思います。では皆さん一緒に行きましょう。はい、皆さん今羽田空港に来て、チェックインが終わりました。今空港で飛行機を待ってます。いやー楽しみ。沖縄ですよ皆さん、沖縄ですよ皆さん。楽しみですね。みんな疲れてますよ、みんな疲れてますね。はい、ちょっと大変でしたからね。そう、チェックインもちょっと時間がかかって大変でした。よし、荷物がたくさんあるからね、ちょっと大変でしたね。はい、さあ多分東京から沖縄まで2時間半ぐらいなので、多分午後10時ぐらいに着くと思います。はい、楽しみです。皆さん今沖縄那覇空港に着きました。はい、いや思ったより遠かったですね。3時間ぐらいかかりましたよ。でちょっと飛行機が遅くなったので今、午後10時ぐらいですね。だから何も空いてないです。
い。でもなんか沖縄にはそう沖縄の有名なお茶、沖縄の有名な果物、沖縄の有名な、ビール沖縄の有名な、食べ物がありますあるので、ちょっといろ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 なんか試してみたいですね。はいはい、皆さん今タクシーでホテルに着きましためっちゃいいホテル、なんかビジネスホテルじゃないんですけど、すごい大きいベッド、大きいベッドでね、テレビも大きくてなんかのんびりできそう、本当におしゃれなホテルです。見てください、上もこんな感じ、そうおしゃれなホテルです。そう今11時ぐらいなんですけど、はい、ちょっと何も食べてないので、今からちょっと空いているレストランがあるかな、あったら多分レストランに行って、なかったらコンビニで何か買ってちょっと簡単に食べたいと思います。はい、いや沖縄に来ましたよ。もう沖縄の本島に来たのは多分子供の時ぶりですね。子供の時ぶり、うん、あの西表島には行ったんですけど、沖縄には行ったことはあるんですけど、家族と子供の時に、でもそれから行ったことがないので本当に久しぶりですね。いや楽しみ。そう今日はちょっとじゃあ、まあ今から何するかまだ分かんないんですけど、うん、ちょっと、うん、何か食べて今日はゆっくり休んで、明日たくさん遊びたいと思います。いろいろ見てね、うん、そうもう暑いから今半袖にしました、半ズボンにしました、半ズボン。はい、じゃあ行きましょう。さあ何か食べに行きましょうかね。乾杯。乾杯。皆さんおはようございます。はい、今私の妻の妹と、妹の彼氏と一緒に、あの車を借りに来ました。大きい車、7人乗りの車を借りました。はい、今日は、車に乗って沖縄のいろいろなところに行きたいと思います。皆さん一緒に行きましょう、行きましょう沖縄あ、行きましょう。今から家族と妻を迎えに行きます。では行きましょう。はい、皆さん今家族と、妻を拾ってピックアップして、今からちょっといろいろなところに行きたいと思います。イエーイ、ロードトリップ行きましょう、行きましょう、行きましょう。行きましょう、行きましょう。こんばんは。いや久しぶりに運転しますよ。おはようございます。そうでもなんか沖縄意外とね、意外と混んでいますね。なんかたくさん車があって、そう、まあ、今街の中にありますから、いますから、ちょっと早くちょっと街の外に出たいですね。街の中はちょっと大変、なんかあんまり大阪と、大阪と同じですよ。ここを左、あ、次の信号、次の信号を左ね、次の信号左、まだ街の中にいます。ここを左か。おい、 yeah. What another word you learned? The most recently word that in Japanese that you learned? だってばよ、だってばよ、だってばよ。あ、行きましょう。わかりますか、よくわかります。いくらですか、いくらですか、大丈夫、大丈夫、大丈夫、どこ、どこ、すみません、can you
今日はスシローで昼ご飯です。お寿司、回転寿司ですね。ありがとうございます。皆さん、今また他のビーチに来ました。ここちょっとね、沖縄の本島にあるビーチです。めっちゃ綺麗なんですけど、暑くて天気が良かったらすごい綺麗だと思います。多分ね、ここ宜野湾市、沖縄の宜野湾市ですね。なんか昨日タクシーに乗ったら、そのタクシーの運転手の人が、そう、沖縄の中部にはたくさんそのアメリカ人が住んでいるエリアがあると言っていました。でも、そう、ここに本当にたくさん、まあアメリカ人かどうか分かりませんけど、なんかそう、たくさんハーフの子供がたくさんいると思います。いました、見ましたね。まあ、あの外国人もたくさんいましたね。なんか多分ここに住んでいる外国人だからね、アメリカ人かもしれませんね。いや、でもいい場所ですね。そう、思ったより寒いです。寒いです。で、本当はね、ここで泳いではいけません。なんか危ない海の動物がいるみたいです。そう、なんかクラゲとか、海蛇とかいるみたいなんですけど、はい、もうみんな全然気にしないで子供たちはもうみんな泳いでますよまあ危ないと思うんですけど、まあそうですね、多分地元の人だと思います。まあ、地元の人は多分その海のことがよくわかるから大丈夫かもしれません。でもこんな感じ、夏はすごく賑やかになると思いますよ。ビーチバレーもあって、公園もあって、バスケットボールもできて、本当にたくさん、多分アメリカ人だと思います。でもたくさん外国人が住んでいて、そう、住んでいますね。いやでも綺麗な場所ですよ、本当に。はい、ちょっと曇りで寒いのが残念ですね。また夏の晴れた日にここに来たいと思います。でも天気はしょうがないですね。変えられませんから。でもそう、まあいろいろちょっとレンタカーをして、いろいろなところを見せることができてよかったです。またちょっと、はい、いろいろ車で見て回りたいと思います。はい、いや綺麗だな。泳ぎたいですね、せっかくだから。オラー、はーい、今皆さん、はい、アメリカンビレッジに来ましたね。そう、ここはなんかすごい、なんかまあ、アメリカなのかな、すごいカラフルでいろいろな家があります。で、結構大きいんですよね。そう、結構大きくて、なんかいろいろなブリトーとかタコスとかいろんなレストランがあります。はい、そうです。だからいろいろなお店があるんですよ。すごい。あ、どんでした？あ、ショッピング、ショッピング、ショッピング。今私の妻は疲れたので車で今寝ています。ちょっと休んでいます。そうで、今、家族は今ここでちょっと買い物していますね。買い物中。おお、ナイス。 Give me your phone. まあすごい、お土産屋がたくさん、たくさんいろんなものを売ってますね。わあ、すごい。いやでも本当にカラフルな建物がたくさんあってめっちゃ綺麗。そう、なんかアメリカでよく、アメリカで人気なブリトーとかタコス
もいっぱいありますね。でもなんかここアメリカよりラテンアメリカの街みたいな、そういろんな可愛いお店もあるんですよ。すごい、なんか本当に日本じゃないみたいですね。そうここなんかちょっと運転していたんですけど、ここはたくさんあの日本人がいます。あの観光客、観光地なので本当にたくさん日本人がいるんですけど、あの面白い、あの普通のあの宜野湾市の街を歩いている時、歩いて、あ、運転していた時はもう本当にアメリカ人、外国人しか見ませんでした。はい、なんか住んでる人が本当に多い、アメリカ、あのここに住んでるアメリカ人は本当にたくさんいると思いますね。あ、すごい綺麗な、ね、でもこのアメリカンビレッジは本当に有名なので、うん、だから観光客はたくさんいます。うわすごい、本当に日本じゃないみたいだけど日本ですよ皆さん。そうだから、まあ、観光地なので日本人はたくさんここにいます。はい、でもいや綺麗ですね。なんか日本にいて外国にいる気分を味わえます。大きいですね、思ったより大きい、初めて来ました、初めて来ましたよ。そう今なんか家族はそのお土産屋に、お土産屋で買い物してるみたいなので、あ、来た、来ました。コンプレステアルゴ No, no, no he encontrado nada, no he encontrado nada, chun, aún en Japón. ¿Te gusta Japón? Sí, me encanta Japón, muy bello. Los mall, oh. よかった、気に入ってくれてよかったです。そう、今からちょっとここの近くを歩いて回りたいと思いますよ。絶対楽しい。いや車借りてよかったですね、ちょっと遠いから。はい、では行きましょう。はい、皆さんめっちゃ風が強いんですけど聞こえますか、めっちゃ綺麗。今ビーチの前に来ました。ここはアメリカンビレッジの今ビーチの前です。こんな感じ、すごい、本当に日本じゃないみたいね。今ちょっと風が強くて大変なんですけど、ここにいろいろなレストランがあって、ここでなんかハンバーガーとかピザとか、ブリトーとかタコスが食べられます。で今日はここで食べます。そう、ここであのタコスを食べたいと思います。はい皆さん、さあ今ちょっともう先に家族は入っているんですけど、すごいいい感じのレストランですよ。なんかカフェにもなってて、こんな感じ、めっちゃいい感じ、なんかバケーションな感じがしますよね。今ここで注文しました。さあタコスを食べるのが楽しみですね、久しぶり。コモエス、沖縄、Such a beautiful place, very peaceful, really nice. Like Hawaii, so relaxing. Hawaii, I really like. Kirei na tokoro desu. It's beautiful, beautiful. Hi. Yokata. Es un manjar, un manjar.皆さん分かりますか、ウンマンハーシなんか多分チリの、おーおーおー、ちょっと待って、そうなんかチリのスペイン語ですね。はい、そうでも、はい、よかった、みんな喜んでくれてよかったです。僕も初めて来たので、うん、すごい綺麗な場所でいいですね。やっぱりビーチの
見えるレストランは最高ですね。はい、タコスが楽しみです。お会計お願いします。かしこまりました。クレジット、クレジット、クレジット、クレジットカード、クレジットカード大丈夫です。クレジットカード大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん今ホテルに帰って、服を、寒かったので服をちょっと着替えて、今あの沖縄那覇市にある、まあ、一番有名な人気な通りに来ています。国際通りという通りに来ています。そう、めっちゃ賑やかですよ。なんかやっぱりちょっとやっぱ雰囲気が違いますね。あとなんか居酒屋が全部その沖縄料理で、なんか沖縄の音楽が聞こえてきて、やっぱり雰囲気が違いますね。そうだから歩くだけでも楽しいです、うん、あとたくさん沖縄のお土産屋さんもあって遅くまで空いているので、そう楽しいです。ケレベル See? マーベル、はい、なんか今お土産屋さん見つけて見てますそういろいろなお土産屋さんがあるからね。そう、いや歩くだけでも本当に楽しいですよ。そう、いや沖縄楽しいですね。ロードトリップをしても楽しいし、ビーチもあるし、あの街も楽しいし、はい、やっぱ長く行けますね。あとは沖縄の周りにもたくさんいろいろなあの島があるので、うん、まあいろいろな島に行くのも楽しいですね。はい、ちょっとお腹も空いたので、はい、ちょっといろいろ食べたいです。お腹が空きました。